こんにちは、胸のりチャンネルです。今日はですね、先日購入した DJI オズモアクションのこの 4K アクションカメラの、ガラスフィルムですね。オズモアクションはここのレンズのカバーとフロントディスプレイとリアディスプレイ3面ガラス面があるんで、傷がつかないようにガラスフィルム貼っていきたいと思います。パッケージの中身なんですが、この丸の部分と、このフロント部分、リアのこの大きい部分が別々に入ってます。それとあと、ガラス面の拭き取り用のウエスが1枚入ってるだけの、簡単な包装で、値段もこの3枚セットで、1000円足らずの値段だったので、内容的には全然 OK じゃないかと思います。では早速貼っていきたいと思います。まずはフロントのカメラレンズのところの丸い面を貼っていこうと思います。結構精度が良くてぴったり、フィットします。それではフロントディスプレイにも貼っていきます。それではフロントディスプレイも貼っていきたいと思います。このフロントディスプレイは、横幅は、ぴったりなんですが、なぜか上下が1ミリほど、隙間が出てます。しっかりカバーはできてるんで OK とします。次は背面のディスプレイを貼っていきます。背面は、結構ぴったりフィットしているように見えます。今回この3面だけ、貼ったんですが、1000円でこのクオリティなら全然 OK じゃないかと思います。メーカー名はよくわからないんですが、パルズって書いてあります。1000円で3枚入って、しかもガラスフィルムなんで、値段そうじゃないかと思います。結構お得な買い物でした。今回フィルム貼るだけの簡単な動画でした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。